おはようございます。はい、今現在朝の6時なんですけれども、羽田空港に到着したんで沖縄向かってきたと思います。行こう。あ、半時間時間ないね。どんな来るっすね。やばいよ。だっておはようございますとか言ってるけど寝てねえから。おはようじゃねえし。バスパン履いてね。マジかお前。羽田にバスパン。レゴー。うちの会社全員揃ったかな。おはよう。はい、おはようございます。あ、琴谷さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ようこた。超楽しみ。やばいな。トムドット様様です。そうね。これからも精一杯お仕事させていただきますと言いましても、あっちでもね、お仕事なんですけど、ね、俺と琴谷が急いでね。いや、大丈夫です。後ろからタイム作るんで。やばいよ。来た。うわ、飛行機久しぶりです。飛行機こんなギリで行くことは初めてだ。すごい景色。ただ荷物多いギャルやから。これ普通3足やからね、荷物。ご搭乗ありがとうございます。いえいえ、すごいじゃない。2回目か。2回目でまだ実は怖さある。今多少怖い。火が何回目？30とか40じゃない。1回だろ。まあ全然重かったから。じゃあまあ慣れてるからそんな怖くない。怖いとかじゃない、信頼がある。皆様、まもなく離陸いたします。これ普通に余裕で。真逆ですね。相手の時と真逆ですよ、本当に。父さん、なんであんたこのいい席座ってるの。分かんない、どうされたのか。これしてる。着いた先で。やばい、着いた。綺麗。この度何したいの。昨日調べてたのは沖縄メンス最高級って調べたことができました。調べるだけ別にいいから。あ、そうです。これ現実完全に編集の可能性あるんですよ。ゆうたくんが今 BGM 打ち終わったら52分テキストっていうのが待ってます。やばい。ヒューはね、喫煙所マークがあるたびにすげえ寄りたそうな顔してんだけど、さすがに気まずい顔してるよ。うん、見てるわ。こっちめっちゃ口見てる。これ逃したら延長するんだってテンションなんだろうね。うん。で、なんかさっきブツブツ一人で言ってるなと思ったら、同じ3文字をずっと言ってたんだけど、耳澄ましてみたらずっと煙。煙。あ、もうロケバスじゃないあれ。沖縄上陸しました。今朝9時ですね、ここからね、いろんな沖縄っぽいことができるっぽい。まあ、ちょっとその都度回していきながらやっていきましょうか。行こう。ありがとうございます。選手して渡辺さん、怒ってますよ。喫煙所の件ですか。2個あって、ここまで。なんで誰も足止まんねんね。そりゃ合わねえわ。だけど飲み物用意してくれてる。チキス。4時半に出て、車で羽田空港に向かいました。その際に据えたものといえばアイコス。羽田空港に着きました。だいぶ急いでました。車線上にかけました。だが間に合わず、ゼロ。うるせえよ。お前さ、マジ殺すの。タバコ吸えてねえんだよ。知らねえ。で、沖縄に着すぎて、そのまま喫煙所スルーしたもん。車に1時間発乗したということが決定した僕は、もう終わりなんです。ユーマって今どんぐらいタバコ吸いたいんだろう。気になるもん。あずさん、はい。今タバコ吸いたいですか。別に吸わなくて大丈夫ですよ。吸いたいと思ったことあんまないでしょ、ぶっちゃけ。いや、ある、めっちゃある。沖縄ってガチで道中にこういう気配で。ロケバスやばいね、普通に考えて。ユータ今日のやつ人生ゲームやりたすぎるな。ここで終わらせてきてって。
誰がいるんですか、ここ初代。誰よりも早めにまつげが入ったわ。まつげんテキストがもう入ってる。一度まつげが、この位置この大きさはまつげしかやんないのよ。そのパソコンをちょっとでも目離したらまつげんテキスト最近入るって。まつげんがやっぱ向上心エグすぎて、空いてるパソコン見つけたらもう狂ったようにそこにテキスト打ち込むから。まつげん元気？それなりに元気ですよ。金髪の裏方がいるって言っちゃっていいよ。テンション上がったんじゃない、沖縄で。まつげんが一番楽しみにしてたから。でも今日の動画のローンチだけちょっと確認しよう。はい、今日の動画のローンチだけ。お前イキリ大学生か。違う違う、イキリ社長、イキリ経営者、イキリ経営者。はあ、いやこの撮影のためにね、ヒゲを全力剃りしたんですけどね、痛い。ヤンバーボンバっていうロースポットマスクですか。ちょっと待って、皆さんこっち見てください。いくよ。はい、はい、いいじゃないですか。はい、チーズ。俺バスでモモ焼けたんだよ。さ、モモはめっちゃ体温かんない。飛行機一緒になったら、すごく超楽しみたかったのに、内側の席ってありえないでしょ。真ん中真ん中真ん中。写真撮って。今回のこのお仕事、成功しない可能性、これ一切ない。頑張りましょう。ノンアルです、もちろん。この後ね、ちょっと海の撮影があるんで。ええー、にしてまで酒飲みたいから。いや、もう本当に酒飲みたい。大丈夫？気持ち大丈夫。そうですか。うん、そうです。うわ、うまそう。美味しそうですね。いや、過半数揃ったんで、すみません、先いただいちゃいます。いや、マジよ。そんなんあるか。なんでやん。柿食べてていいよ。伸びちゃうから。か、必要ですけど。それを言えない大人に育っちゃったからね。ちょっとお腹いっぱいになるから。サムネじゃねえんだから、お前ら。お前らサムネじゃねえから。サムネじゃねえから。こんなのすな。てかさ、次のロケハンすんだよ。いや、もうこいつに全部ロンチのタイミングとか任しちゃってるから。すごっ。ほら、もう、ヤマトのボケ消されて、アムギリがロンチわかんないから。すごっ。ダメ、何も考えてなかった。ごめん、何も考えてなかった。まあ、普通のトーンなら言えない。ごめん、何も考えてなかった。だってお前、ダメ、何も考えてなかった。ワニ死んだみたいなテンション。メス。いや、そう、そうだね。うまっ。一個今日から流行らしていきたいノリがあるんだけど、難しい言葉をわざと使って、イキリ経営者かっていう。ああ、大丈夫。動きとしては、動きとしては、はい。あ、絶対早いね。ジボル、はい、なら、これの方が面白い。超好きだった、これ。ポジティブ。もう、ここすごい美味しいから、ここにピン打ちしといて、後でギショット食べに来るから。お前、イキリ社長か。はい。メガネ。事故。まあ、イケリ大学生とやっぱイケリ経営者かっていうの2つあれば、まあ、割と広がるでしょう。ということでね、今からちょっと髪とかセットしてね、仕事の方に向かいたいと思います。ということで、ちょっと次海の撮影なんですけど、まあ、こっち海なんですよ。軽く見えてるんですけど、やばい、すげえ、すごすぎ。一回ガッツリ見ね。ああ、色が多分違う気がする。違う違う違う、やばいよね。やばい、もう見え始める見え始める。ちょっと待って、ちょっと下向こう。まだ草見てる。ちょっと下向こう。うわ、波の音違うわ。一緒だろ。 OK、 3、2、1。うわぁ、マジでしょ。マジか、マジか。ウミンマイルでプールだ。あの一角はプール。マジ。うわぁ、ちょっとやばいね。やばぁ、足を出す。やばぁ、止め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 。やばぁ、やばぁ。ちょっと待って、本当に綺麗だわ。えぐマジか。と、はい、いうことで、本日このミッションビーチ貸し切りです。おお、マジですごい。これやばくね。いや、海水じゃないってあるよね。ちょっとゆうた舐めてみて。取れた。東京よりしょっぺん。しょっぺんだ。なんか本当はね、こう水バシバシかけ合ったりね、倒したりしたいんですけども、まあちょっとあのお仕事別にあるんで、うん、はい、そんなに濡れちゃうと変なことになる。まあ、その撮影終わったらちょっと投げ倒し合いでしょ、これ。ボン、ちょっとさ、うん、これ投げてもらってどっちが早く取ってくれるかやろうよ。お、今も泳ぐね。サンダルがペチンと落ちたらさ、はい、まあ、一応彼水球部で右前っていうポジションで一番泳ぎ早いポジションです。玉より泳ぎみたいな。で、これで俺に負けたらひどいよ。どうもとポジションじゃないからな。冷たっ。おお、けど、おお、あ、これ投げた。待って、ガチ足つかない。勝ったんだ。おー、すげえ、おー、すごい。正規が負けた。
あいつのこと正規って呼ぼうぜ、今度から。あー、ちょ、これひどい。あいつ言ってなかった、この後仕事あるから。うん、あいつさ、あいつめちゃくちゃなんだけど。もう俺の方が圧倒的に早かったよ。こいつ、俺のここに。いやいや、まあ、右前だから。今の争いとか、ナチはきついな。水球部の肩の入れ方や。水球部どうしたの？濡れちゃっていいの？そうなんだ。だいぶ濡れたら。濡れないんじゃん。髪の色なきゃいいんじゃん。濡れてるわ、お前。なんつーこと言ってるの？めちゃめちゃやん。ボンの勝ち。うん。勝ちの金勝ちました。気持ち方でしょ、正規は。誰が正規やねん。正規の範囲としては何なの？正規はなんで負けたの？正規の方が最初早かった。そう、全然早かった。正規の範囲としては、あ、俺の正規に入られた。普通に喋ってくれやん。なんなん聖域って。聖域が聖域を勝ち過ぎたせいで、なんかもう頭の中が聖域になってくるんだよ。かわいい、かわいい。背景がめっちゃいいね。めちゃくちゃいい。またこのタネ、すごい決めてる人たちと笑ってる人たちの。はい、いいよ。あ、最高。はい、みんなそれでこっちを振り返って歩いてきてください。こっちに、こっち見て。今ちょっと遅れてる。顔変になってよ、お前。だけこれも何濡れたっけ。いいよ、濡れていいよ、もう。うわ、濡れてられたね。今日するのだ。おお、ああ、俺のサングラス。どう、俺のなんだけど。バカグラビアアイドルやん、ユーマ。そうだ、全く。ガチャだ、ガチャだ、やめて、やめて、ガチャやめて、ガチャやめて、ガチャやめて、今決定決めた。あっちょー、いた。仕事悪い。まだ、俺も今髪切ったら終わり。じゃあみんな飛んで、飛んで、飛ぶとこ取るよ。ジャンプ。3、2、1でいきまーす。3、2、1、ジャンプ。かわいい。あ、かわいい、いいよ。おー、わー、懐かしい。なんか俺らがこれやってんの。さあ、一緒に止めます。3、2、1。じゃあ、ここから普通にバトルロワイヤルで。はい、どうぞ。自分がまずい。あ、終わったけど。あ、でも結構重いな。ちょっと重い。待ってね。いつまでかっこよく映るつもりだよ、てめえ。あれはじゃあもう1対1にしようよ。1対1にしよう。9がお前頂上だ。俺じゃあグッドパーで分かりましょう。おい、うなちゃん。あ、終わった。いや、ここ分かんない。じゃあ俺対あっちゃん最初いくわ。オッケー、終わった。爪痕残すわ。レディーファイ。待って、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 打撃おかしいでしょ。打撃やばくね。倒し合いだから。うわあ、いやあ、お、いけそう、いけそう。ワンチャンル、ワンチャンル。あの、おー、いける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 。あ、違う、負けたー。負けたー、負けたー。わあ、負けたー。敗北ー、敗北ー。ユーマ、お前、頭皮敗北しよう。ユーマ、マジでやばいよ、ユーマ。いけ、言うな、ビーチ、ユーマ。いや、これ、わかんない。レディー、ファイ。まだ今、あ、いけ、今、あ、いけ、前後ろ耐えた。さあ、今負けた。純潔は俺と言うたやな。レディーゴー。腰に入られたら負けだ。そうだね。さあ、マジでいける。あ、危ない。いける、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 いける。観光客みたいな。後ろに、後ろに富裕層が、後ろに富裕層が浮いてるわ。あ、あ、あ、やったすげえ、すげえ、頭からドン。はい、じゃあ決勝戦ね。レディファイ。いや、やった、倒せ。あ、やばい、やばい。あはははははは、死ぬ。どっちか。あっちゃんとやらして。うわ、早い、あいつ。やばい、頑張るぜ。ちょっ、あっ、いやー。ユーマ、ヒューマ VS 3人ヤマト、アムギリ、ユータ。うわ、間違えた。あー、やばい、あー、やばい、やばい、あ、もうやばい。あ、絶対死ぬ、絶対死ぬ、絶対死ぬ。いけー。
いや、いい彼死んだ。もう強すぎる。そんなことあるの？したいっす。したい。
正規がもう仕事いいらしいわ。えなんか珍しくね。あいつが仕事辞めてんの。正規の現実逃避ってあんな感じなんだよ。海って見た目だけ砂浜で感覚は砂浜じゃなければいいのにさ。なんだったらベストなんだろうね感覚が。え体育館じゃね。ということで注水局。おおお。まあ、ちょっとラスト遊びましょう。えいやったーゴリ走れ。まつげん初めて動画出てくるんじゃねえ。まつげん覚えてるお前挨拶水球部。おあこれなんだよ。あなんか大和以外ガチデブじゃねえ。いやいや全然水球ってデブのが強いんだよ。ストレスたましかたまらないですから、ね、ストレス溜まんないから、ね、ストレス溜まんないし打つんねえし。カットカット食うしかないんだ。カットカット。俺らもう下僕だから俺。いやー言うな言うな。ひどかったよもう。まつげは下僕だ。今日日光見ながらもう。はい、この下僕でーす。大河ありがとうございます社長。粋な計らいを。最後遊ぶ最後もう。ガチパワハラ企業やん。うわーもう痛い。じゃあちょっとレースするわ。水球部水泳大会が始まります。めちゃくちゃ。あ、ぶつかる。うわすげえ行くぞ。なんか不格好だった気がするな今。あどうかと楽しい。ガチ楽しい。さあもう頑張れる。よしとシャワー見て今日の動画間に合わないんで急ぎました社長。じゃあ頑張るぞ。頑張りましょう。ってことだよね。サンセットビーチとんでもなくないですか。いや半端ないです。マジです。うわ綺麗。で次は結構大変だけどもうちょっと後ろから全員でこっちにこうカメラを追いかけるみたいな感じのいいですか。いいね。でたまにカメラ目線の時もあればちょっと違うとこ見て喋ったりみんなお互いくせくさすぎる。いやいやそうやわ。はいこれちょっと広角なんです。おしっこが限界を迎えている浦田、さあどうするのか。おしっこ限界に来ている浦田、今から海に向かって放尿したいと思います。朝剃ったヒゲがもう生えてきちゃいました。 Hey ゆうた、飯来たぜ。これやばいね。てかさ、てめえ何この度ずっとヘッドホンしてんだよ。おめえらの声なんかやる音楽の方がええからやろ。あーめっちゃ失礼なこと言ってよお前。でこの弁当マジやばい。俺久々に見たんだけど。え、なんで食ってんすか。え、なんでなんすか。終盤だよ。みんなで食おうみたいな。でこれ編集やばくて。あ、そっか、めっちゃごめん。まあ今日はねちょっと沖縄初日だったんですけれども、僕たちがなんかサンセットビーチみたいなところに行った時に結構ファンの方がたまたまいて、こっちまで嬉しくなって、うん、絶対さ東京に来れないであろう年代の子たちもいたからさ、うんうん、そういう子からしたらああいうの奇跡や。あとコンビニ行ったやん。コンビニで声かけられてさ、名古屋に住んでるんですみたいな、方言ゴリゴリみたいな、うわーやっぱすげえわってなった。結構沖縄だってなった。嬉しいですね。コンビニがさ、俺らの地元に例えばスカイピースが来てるみたいな、うん、ってなったらさ、速攻地元の友達呼ぶやん。で、ブワって来るやん。その感覚でもう超、まあもちろんね、こうブワって人が集まったとかじゃなくて車でブワって来て。若い子多かったね、めっちゃ、うん、すげえスターみたいだったんだけど、コンビニ出てさ、出てこっち側にバス止まって、ここ出たら、ここにファンの車、ファンの車でこうやりながら帰ってたもん。せーだけ。いやでもだから俺がさ、やっぱモテすぎてきついわけや最近。まあ多分あれ、あそこにいたらほぼ俺のファンなんだけど。え、なんかしけてね。お前らもっと盛り上げる。みんなも二押しみたいな感じで結構手振ってもらってたみたいな。まあやっぱ沖縄でもモテすぎてごめんなっていう。え、声ちっさ。頑張ってんじゃん。別グループかお前ら。いやでもすげえ綺麗だったな、サンセットビーチ。ここからちょっと編集があるんですけど、まあ、とりあえず腹ごしらえしましょうか。しましょう。今編集はね、浦田さんのセクションです。ペッス頑張れユーマペドロ。
皆さん、皆さん7時半です。今からちょっとプールの撮影なんで、起きていただいて、はい、起きろ勝山、ポリポリすんなうふふじゃねえ、危ない、注意だ、注意だって、注意にことね、起きれる、うん、こんなに泡でいます。ブラスさんの朝は早い、昨日ちょっと寝ちゃったけど、寝ちゃいましたね、転んでちょっと休憩と思ったらもう朝になってました。景色やばくね、やばいね、丸いね、地平線って感じだね、ちょっと景色見に行こうよ、うわーすごっ、何よ、いいなぁ、住もうかな、え夏の終わりがすぐ来るよ、君のライフの終わりもすぐに来るから、夏の終わりに思い出すよ、君を誰かのライフに刻み込もう、全く触れてねえあそこから、恥ずかしそうでしたけどね、去年のあの動画以降この曲に一切触れてなくて草です。でも去年ヒューガがこれに1万円くれたら感慨深いですって、あの頃とかも家賃でいっぱいいっぱいでしたからね、やりやがったね、じゃあ準備しましょうか、うわー、おいしょ、すいません、おいこれ、はい、お願いします、おはようございます、すごい、すごいだろう、これおいしい、俺ホテル着で YouTube 出ちゃってる、本当だゴルフ場かな、あ、ゴルフできんじゃん、すげえ。こちらの左の奥行くと、あの近藤の駐車場とアネックスとが繋がってますので、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、シュキーン、よーし、よーし、うわすげえ、絶寝してました、朝6時に寝ました、誰一人寝ようと思って寝てない、超綺麗だね、やばいね、あの時なんで着替えてんの、飛び込んだ怒られるかな、あ、飛び込み禁止か、さすがに禁止でした、俺も赤い、俺はちょっといい、まあ、色みっともなさすぎる、やばい、ね、いいよ、オッケー、入ります、あ、待って待って、まあ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 、入った、だよね、途中やめてよ、ごめん、聞こえた、今聞こえたね、はい、お邪魔します、お邪魔します、お邪魔します、おかしい、どういうことだっちゃ今のは、暖かいぜ、位置について、よーい、ダウン、早っ、早っ、ダメだ、みっともないわ、みっともない、俺泳ぎのフォーム超ダサいんだよね、てかそういうプールじゃねえから、気持ちよすぎる、やばい、景色がすごいいい、ちょっと自主練するわ、自主練すんの、すげえ、あいつマスターも泳げない、めっちゃぶつかりそう、危ない、すげえ痛かった、めっちゃ怪我してる、大怪我やん、当たり前やん、こやば、ここにこうでしょ、やばすぎる、そりゃ怪我するわ、石になりやったし、これ次笑、みんな笑って仲良く喋ったりしていいよ、お互いワンちゃん折れたら、お前ワンちゃんマジで危なかったよ、今日なしの泳ぎやって、全然笑ってない、じゃあ、実はちょっと痛いんだろ、心配なんでしょ、心配なんでしょ、めっちゃ赤いだって、腫れるやん、すごいって、お前やばいな、絶対腫れるよ、マジで、だってここで最後こんぐらいいったら最後もう俺らに当たったら俺らが怪我するぐらいの威力でここに当たってるから、ガッチャンベースゲーマンスタート、
お、すげえ。かっこいい。あ、やばい、今のぶつかってる。今のぶつかってる。青木のもやばい。待って、せいぜい25メートルじゃない、これ。これ25じゃないのか。お、すごい。おぉ。ゆうたが取るんだ。かっこいい、かわいい。やっぱね、ゆうたがすぐ女性と仲良くするね。いいことだけど、すごい。取れた、いけた。じゃあ、潜って取ってみる。潜っていい。せーの。かわいい。取れた。取れた。来た来た来た。ゆうた目開くの。すごいじゃん。取れた？取れた。それやめろ、お前その。おお、いや、これ。取れた？取れた。取れたってやめろ。絶対取れたってやめろ。これで一番も取れたよ、あんたガチョビ。もう、やばそうだね。取れてるわ。見せたいけどね、これね。お、すごっ。お、すげえ。やっば。やっば。あれ？嘘。うわ。やった。あ、深くもらえる。インロインサーロステーキ、サーロインステーキ、インロインって来てるから大丈夫。俺お好み焼き食べる。なんでだ。パンパン。お好み焼き。お好み焼き食べた。そうやった目で言うとガチョコ。俺ひいた量食うで有名だからさ、この間パスタ屋でやっぱもう2杯がデフォになっちゃった。頼みすぎた。頼みすぎてる。あ、僕もライスで。ライスで。セットしてライスで。全部こっちですか。はい、ありがとうございます。謝ればいいと思う。はい、ありがとうございます。けど謝ってる以外ないから。じゃあ嫌になって。でもやっちゃってもしょうがないから。もう3年ぐらい言われてる。ごめんごめん、マジで。これ以上ないから、俺に。できること。え、治るってこと？やってること自体おかしいんだから、3年。だからもう、けどこれ以上はできない。今治ったの。ついに。超嬉しいんだけど。セットしてる頭を触るっていうのが今治ったってこと。セットしてんだよっていうくだりがもう何千万回も見てるから、本当よ。単発だから気にならないから。強がったよ、ね、ヒューがやめるって何回も見たいな、その流れ。何回も見たい。ユータがちょっと切れるみたいな。で、謝って、謝ればいいでしょうか。けど、それ以上ないからね。だから嫌になってた。まあけど、謝れる人はいないです。ウェイゴーぜ、ウェイゴーぜ、ウェイゴーぜ。うわ、待って、すげえ。何？イストがあんじゃん。うわー、うわー、これはやばい。うわー、これはやばいわ。いや、最高だ。すげえな、マジで。感動しちゃってんの、声じゃないの。いや、移住しちゃってる。多分俺もこの知名度と、あれあれ、沖縄のファンが生きてくるから。1ヶ月ぐらい移住して。いや、沖縄にしよう。沖縄にしよう。マジで沖縄にしよう、拠点。沖縄っていう。あ、めっちゃいいやん。地元の利用チュラウミへ。チュラウミへ。チュラウミ。チュラウミ。いやー、やべえ。ただいま、この後将来沖縄に移住してくることに決定したと。はい、はい。いや、個人。え、行きたい人が。いや、こいつね。これ、旅行に来る。あ、悪くないんです。じゃあ都会っ子だから。いや、ずっといるとね、分からなくなってくるもんよ。え、ずっといる俺らにそんなこと言う。分かんない分かんない。なんでやねん。ずっといるからこそ深く深く気づいていく。お前なんかね、マンネリ化してるんだと思う。マンネリ化してないの、お前。そんなこと言うの。怖い言葉マンネリ化。あー、気持ちいい。怖い言葉マンネリ化ですね。チーズ、どういうガブルも飯来たんだ。ちょっと見てくる。やばくない、これ。アヒージョだよ。うんまっ。こうして勝ちでしょ。最高です。なし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 。いいじゃん、いいじゃん。だからあっちゃんとイピューマってさ、頼み事とかもらい事するのめっちゃ苦手で。苦手です。苦手です。2人とも今ここまで来るまでクソキモかった。アヒージョ、アヒージョ。なんかこれはさ、人質で違うのかもしれないけどさ、こんなに飯うまいなら友達いらねえわ。うん、人として違うわよ。みんなで食うからうまいのもちょっとあるかも。最高ですね。5年後沖縄にしもっかな。おにぎり5年後沖縄住むって。なんだよ、お前。俺たちはうん、捨てんの。うん、
してないよ、ただ旅立つだけよ。だからあんま遊べなくなるのだるくね。だるいね、やめよう。え、すよわ行きたいなら行けよ。うん、はい、行くぜ。あ、行く1年の2ヶ月くらいですね。どうだろう、彼女見せて邪魔くさすごいよ、すごい、これ一人分ない、これ食べちゃっていいんですか。行きます、食べます、はい。あっちゃん、それサムネやんだから、お前そっか、もうからずっとサムネにすんな、顔食べていいよ。うわー、すげえ。絶対ない。シャー。